頭の丸みに手で感じれて、でそのまま髪の毛をカットすることができます。そしたらここはだいぶ綺麗になりますね。なんかワンポイントをなるべく入れるようにするのを私はコンテストで心がけていて、それぐらい強いプライドを持つことによって、写真で見たときにこういうところはそんなに大事じゃないです。